おやおや、44時43分に寝るなんて不用心にも程がありますわね。帽子も脱がないでなんておまぬけさん。さあそれでは悪夢の世界へ誘うとしましょう。ようこそマリサの夢の中へ。私の夢の中なのになんで堂々とお前がいるんだよ。はい、ということで今回は田中ちゃん過去編をプレイしてもらいますが、田中ちゃん過去編、今回は右下の数字44以内に田中の血縁者を処刑台から救い出すというもの。いつもの仕様とは少し違ってます。そして屋敷の中には主人公に敵意を持つ人物が徘徊していますのでお気をつけを。主人公が重篤な外傷を負った場合再起不能となっております。結末は一つしかないので重篤な傷を負わず44ステップ以内に血縁者を救い出してください。兄弟、田中にはお兄さんがいたのか。それは自分の目でお確かめを。なるほど、話は分かった。物分かりがよろしいようで。かわいすぎないか。この屋敷に田中の血縁者がいるということで潜入したって感じか。主の上着がかけられている。ことはここ屋敷の主の部屋ってこと。やばいところから侵入しちまったな。主が戻ってくる前に早く出ていかないと。早速分かれ道か。おばあちゃんが困った時は右に進めって言ってたな。おばあちゃん、選択間違ったかもしれないことをおばあちゃんのせいにするなよ。なんつったの。漏れそうなんです。早く開けてくださいじゃない。いやこれ絶対開けちゃダメなやつだろ。そもそも開けられない状態になってるわ。よしリボルバーで撃ち抜いてやるぜと思ったが誰だかわからないのに撃つのは危険だと思い戻ることにした。今鍵ぶち破った音しなかった。もうそれは明らかに敵なのでは。あ、なんだよこのリボルバー、弾がなかったのか。弾を装着したりはしなくて大丈夫なのかな。いずれにしても武器の準備は整った。おっと、見たことのある髪型。これはレディの髪型かな。ということはここはレディの屋敷なんでしょうか。カツラをかぶって変装しようと思ったが無理のようだ。その金髪じゃ目立つもんな。いやいやカツラもシルバーなので結局目立つのでは。もうモテないぜ。そもそもこれが何なのかわからん。誰誰だかわかりませんがとりあえず撃っておきましょう。皆さんは誰だかわからないのにとりあえずで撃つのはやめましょう。くそ、玉切れか。わかりました、そんなあなたにはカツラをかぶせてあげましょう。それに何の意味があるんだよ。うむ、無理のようだ。ではお先に失礼いたしますわ。まだ息があったようなので追いかけてくるかもしれませんね。何か私に武器をくれ。そういえばさっきハンドル拾ってたな。もしかしてここで使うんか。来たこれ。お、玉じゃねえか。お、玉じゃくし。どうする、とどめを刺しに戻るか。いや武器は温存しておきたいところ。そうだ、ないざという時にないと困るな。これは何。髪が風でなびいているようですが。なるほど、 GM レボリューションなりきり装置か。ちびっこ置いてきぼりにするのやめて。今はそんなことしてる時間はないから。お、これレディのカツラが似合いそうだな。てかよく見たら田中も同じような服装してんな。じゃあ先に進むか。あーなんだ、ただの悪夢か。夢の中で起きたらまた夢の中。ややこしいな。最初にこのリボルバーを取るのは間違ってないと思うんだよな。そうですよね、じゃないとあいつにやられてしまうでしょうから。そうか、さっきあいつを生かしておいたから槍が飛んできたのか。なるほど、こいつが先回りして槍を投げてきたと。やはり慈悲などもすべきじゃなかったか。頭ぶち抜いてるんですけどね。あいつの生命力たるや。次会ったら確実に急所に当てる。マリウゴ48、アイドルグループみたいな呼び方すんな。あ、これスプレー缶だったのか。全く使い道が思いつかねえ。よし、じゃああいつに遭遇する前に弾を手に入れて、手に入れる前に遭遇しちゃったー。あ、すみません、ちょっとロッカーから弾取り出すんで待っててもらえますか。それはさながら魔法少女が変身をするときに待っててくれている悪役のようだった。いい人かな。あ、もう少しであなたを始末する準備ができるんでお待ちくださいね。はい、それではお待たせいたしました。味方するわけじゃねえけどお前ふっ、またくだらないものを売ってしまったぜ。さあこれで先に進めるよ。こんなこともあろうかと夢を記録しておいたのよ。あ、これにですか。それは私のポエム帳。こんなところにまで持ってくるんじゃねえよ。喋ることがなくなったら読みますか。般若心経を唱えてでも阻止してやる。お、もしかしてなんか光明見えた。残りのスプレーもぶっかけてみるか。てかステップ44しかないのにそんなうろうろしてて大丈夫なのかよ。でもあの槍ゾーンから先に進めないのであれば何か策を考えなくては。残りのスプレーもかければきっと盾とか出てくるんだろ。ほらご覧なさい、これまた小さいベッドですね。マッチだよ。マッチ、マッチであの槍をどう防げと。ちなみに黒いインクも濡れたりすんのか。うむ、濡れるな。濡れましたけど何も変化はないですね。さっぱりわからん。これもしかしてストーブなんじゃね。ということはこのマッチで火をつけられたりした。あー、高いな。よし、これで先に進めるようになっただろ。この後も念玉に刺さる刺さる。いつもダイジェストは悲しめの音楽に乗せてお送りするけど今回は楽しい感じにしてみたよ。こいつを倒しきらないで戻るとあごくいされてジエンドですね。はい、捕まえたーって言われます。そんなマリサに一筋の光が差し込みます。あー、もう目覚めてーなー。誰か目覚ましかけてく。は？今のはどういうことなの？顔にスプレーかけたの？死ぬ気なの？髪が傷んじゃう？はい、私はわかりました。あのスプレーは髪を染めるためのものだったのです。普通に真似したら一回で髪は傷むよ。まずはいつもと同様このリボルバーを手に入れます。そしていつもと同様ここの弾丸を手に入れます。これであいつを料理する手はずは揃いました。一旦ここはスルーでインクの場所へ。まずはこの黒インクを取ります。そして大胆にも自分の髪に吹きかけるのです。黒髪の田中ちゃんというか金と混ざってきっとシルバーになってるって感じだろうな。そして残りのインクも回収。そしてそろそろあいつとご対面だと思った通りですね。まずは一発威嚇。そして金のスプレーをこのシルバーヘアに吹きかけます。お、
これで髪色が逆転したぞ。そう、それが狙いだったのだよ。そしてこいつが何もしてこないのをいいことにハンドルも回収して先へ。そして残りの弾丸も手に入れておきます。戻ってとどめさせておく。いや、まだ何があるかわからないから、この弾丸は取っておこう。そして残りのピンクのインクを窓に吹きかけて左右対称に。なるほど、これピンクだけ吹きかければいい話だったのか。そしてマッチを回収。無駄があるのかないのかはわからないけど無駄がない感じ。あいつもかなり重傷を負っているのか、追いかけては来ないみたいだな。そしてここでマッチでストーブに火を点火。これの意味はまだわかっていない。そして問題の場所だな。ここが鬼門なのは間違いないですね。ここで金髪のカツラをかぶせれば槍は私。ありがとう。ということで最後までご視聴は。まだ終わりじゃないです。まあ、もうすべてやりきった感じなんですけど。ステップが29も残ってますね。まだまだ先はあるでしょう。うげー濡れたんですけど、滝を受けるような趣味はないんですけど、そうだ、ストーブで乾かしてこよう。なるほど、ここでストーブが活躍するということなんですか。はぁ、蒸発していく。すっかり元通りの田中だな。水が滴る田中もなかなかでしたが、よし、じゃあ完全に乾いたみたいだし戻るぞ。って先に進めないのか。バッテリーを入れたら開くような仕掛けっぽいが。なんだよ、普通にバッテリーあるじゃん。普通に親切じゃん。ヤバタミエンお決まりの充電がないなんていうオチじゃないですか。普通に開きましたね。なんかすんなり過ぎてはなじゃねえだろうな。うん、これはまた何の装置なんだろう。ヤバタミエンって普通にすごい装置がたくさん出てくるからな。そうだ、あいつが入ってこれないように閉めておくか。そうですね、まだ息がありましたから、いつ追ってくるかわかりませんね。じゃあ、え、双子ピンピンしてますね。だがこっちには弾丸があるんだよ。やっぱり取っておいて正解だったな。お、これもお屋敷から出られるんじゃね。ほう、後半かなり順調ですね。やった、外に出られたぞ。あ、これなんか鎖外しておくとかなんじゃねえのかな。でももうリボルバーだけしか残ってないし、先に進むしかないか。いっけない、遅刻遅刻。そんな恋が芽生えそうなシチュなわけないだ。首がちょんとになりました。やっぱりあの犬の鎖を切る何かが必要。はい、ありました。やっぱり天才ってすーぐ見つけちゃうんだよな。え、いや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 、なんかヤバそうなん。先進めねえじゃん。あのカンタービレを取るとシャッターが閉まっちゃう仕組みなのか。どうすんだよ、なんかあれヤバい雰囲気だったって。命の危険を感じたって。おーおい、さっき窓から入ってきた人、ここ開けてくれません。開けてくれたら鉛玉のプレゼントいたしますから。ってこっちも進めないのかよ。え、積んだ。いや、カンタービレを戻せばワンチャン。え、なんか顔かゆそう。やっぱりなんかヤバい装置なんか。わかったわかった。このカンタービレをあのカンタービレと交換すればいいんだな。交換する意味がわからないんだけど。てかこれよく見たらハマりそう。ははまったー。そうか、これ2個合わせるとハサミになるのか。そしたらなんかおのずとシャッターも開くに違いない。それがどういう原理かはわからないけど、ハサミにはなりそう。おー、これで武器が増えたぜ。これならリボルバーを温存して戦えるぞ。うん、戻すことは不可能らしい。まあでもきっとなんかシャッターは開いてるに違いないんだ。おーい、ヘルプミー。どうせ窓のところで待機してるんだろ。だったらここ開けてタイマン勝負と行こうじゃねえか。あいつをおびき寄せる餌ないかな。あいつ動物じゃねえよ。そうだ、銃声であいつ気づいてくれねえかな。こっちにはカンタービレがある。銃弾あのレバーに当たったんだけど、さすが夢の中、普段では不可能なことも起こりますね。あれに銃弾を消費したのは惜しいが、私にはこのカンタービレが。来ません。それは話が変わってくるかな。逃げろー。めっちゃついてきてる。うまいことシャッター閉まってくんないかな。今閉めたら田中も入れないだろ。こうなったらもう逃げれるところまで逃げるしかねえ。あ。かゆいかゆい。なんだ結構うまくいってる感じしたのにな。でもあの装置にはこいつもダメージがあったように見えたんだが、おびき寄せてからこれを抜くってのはどうだろう。普通の人間だったら田中と同じ効果があると思うんですが、普通の人間あんな窓口破って入ってくる。なんだ結局捕まるのかよ。はい、捕まえた。お？なんだいこれ。あの装置のダメージか。今のうちに逃げた方がいいですよ。いや、ちょっとその前に、ほらほら、カンタービレってのはこうやって作るんだぞ。この人今それどころじゃないから、生徒死の狭間をさまよってるから。はい、これでカンタービレの完成。さ、こっちにもダメージがないわけじゃない。早くここから出よう。リボルバーでレバー打って。これ田中がやってるの想像したら相当かっこいいですよね。よし、あとはこのまま突っ切るぞ。最後に一曲。聞いてる暇なんかないって。あいつの生命力マジでヤバいって。ダニー先生並みですね。ゴキブリ並みの生命力。でも一体どうすればよかったんだ。そうか、やっぱりここで一曲だったか。猫踏んじゃった。田中はピアノの才能はないようです。そうか、これシャッター閉めちゃえばいいんじゃね。これであいつも追ってこれないだろ。いやあ、戸締まりはちゃんとしようって、いい教訓になったね。そしてカンタービレで犬を解放。これであのパン加えながら来る少女も倒せるだろ。ステップが残りもなんですが。ピアノとか弾いてる場合じゃなかったかもしれない。さあ、ワンコよ、あいつを襲うのだ。そう、戸締まりも大事だけど、戸を開けておくことも大事なんだよ。もう全部のギミック引っかかってくれて私嬉しい。よし、この大地は全てお前のものだ、走れ。おーおーおー、割れてるじゃん。あ、あれは田中の親族のお方？まだ生きてる。よかった、間に合ったんだな。お、お兄ちゃんなの？
出した人の代わりに自分が、なんであのまま二人で隠れてなかったんだろう。しかもあの時持たせた人形は、というか私たちの知っている田中は今助けられた方の田中ってこと？兄弟ってどういうこと？助けられたのは兄なの？いやもしかしたら逆ってこともあるよな。操作してたのはずっと兄の方だった。そういうこともあるのか。しかも処刑の時にいたのってレディーで間違いないの？私の中ではレディーは結構いい人的なイメージだったんだけど。確かに助けた時も唯一感謝の気持ちを述べてくれた人だったな。もう逆になどしか残らなかったんだけど。これは続編希望ですね。この後もう少し続くが最後まで見てくれてありがとな。